競馬はちょっと面白そうですけどね。秋山<あ>さんやりますかあ、あ、マイクテスト。マイクテスト。<あ> <laughs> そうです力道山、木村戦。力道山対木村戦。えー、グレート、サスケさん。入ってます、<れ>入ってます。ですかはい。グレート、サスケ選手を振り返っていきたいと思います。<laughs> ラジオ感覚で振り返ってください。どうしました頭抱えて。いや、ちょっと眠いなと思いました。<laughs> そうでしょうね。なんか今日ね、うっすら、あんまり、こう、ノリが悪いかなっていう感じが。そうですかはい。 見破りますね。見破りますね。さすがですね。ドア入ってきた瞬間、入り口入ってきた瞬間、ちょっと今日はご機嫌が斜めかなっていうか。いや、ご機嫌は別に悪くはないんですけど、眠いんです、ひたすら。春眠暁を覚えずというのはよく言ったもので、とても眠いです。そんな眠さを吹き飛ばす、ザ・グレート・サスケ社長の力道山大木村正彦戦の、 えー、コメントということで、はい、はい、振り返るって、もうい,いきましょうか、早速、もう入ってるんですね、これはは、もう回します。ザ・グレートサスケさん、えー、キャッチが、ですね試合が進むにつれて力道山のプロレスラーとしての凄みというのが膨れ上がってきて、うんはい、木村さんの心境としてはもがいている、うん、もう完全にあり地獄にはまっているんですよ、うん、という、まあ、ある意味、サスケ社長らしからぬ。 キャッチになってますけど。はい。あの、グレートサスケさんとは、進行は終わりだったんですかあの、神プロ編集長がありましたね。あ、噂で聞いてる感じですかはい、噂で聞いてはい。じゃサスケさんの人柄とか、そういう。あ、もう間接的にすごく、よくご存知です。あ、存じてます。はい、存じてますね。はい。聞き手は清水智さん。はい。ということで。うん。えっと、逆に田村さんはサスケさんとは、 信仰は。あないんじゃないかな。ないんじゃないかなってどういうことですかないと思いますね。ないということですね。うん。どっかでプロレス対象か何かであったりとか、っていうことはなかったですかないですね。まるっきり。はい。一目すら合ってないっていう感じですか一目すら合ってないと思いますね。うん。 ちなみに清水努さんは「週刊ゴング2代目編集長ですはいはい、はい、いつかの誰かの収録の中で私初代編集長とか3代目編集長とか、うん、適当なことを言ってしまった記憶があるんですけど、うんうん、正確には2代目編集長です正確には2代目ですかはい、はいえー、その清水さんが聞き手の佐助、うん、さんのコメント早速読んでいっていいですかはいはいお願いいたします,ますこの試合に関する本が出たのは知っていますよこの試合に関する本というのは <laughs>、えー、はい なんで、拝み読みなんですか、今日は。いや、ちょっと、サスケさんなんです。新崎人生っぽく。関連のある新崎人生さんいつも手に持って読むじゃないですか。なんで今日はこう、拝み読みなんでしょうか。いや、なんでしょう。こう、わかりました。調子が悪いということで行きましょう。この試合に関する本が出たのは知っていますよ。この試合に関する本というのは、え木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったなるほど。 このムックが出たのが、えー、これですね、G ・スピリッツ。このムックが出たのが2012年、力道山、ごめんなさい、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかという本が出たのがその前年か何かだと思います。あはい、この本の前に、力道山はなぜ殺さなかったか木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか。 出版されたそうですね、はい、その後にこちらが田利則さんの著作ですねはい、うん、それがすごく話題になっていた、うん、でサスケさんは、えー、読んではいないんですけど「ゴング格闘技さん」で連載していたものですよね YouTube で見た試合映像は不可解と言ってもいいぐらいの編集点がありましたねうん、うん、まず問題となった筋的蹴りの前、うん、あそこの直前でお客さんの顔のアップになっちゃってるんですよね、うん 他にもプロレスの試合映像の編集としておかしい部分があって、もしかしたら力道山側に有利に編集されているのかなと思わざるを得ないかなと、それがまず最初に思った率直な感想ですね、という<ー>、うん。編集が気になったということですね。佐助、うん、さん、映画好きですからね。ああ、そうなんですか。み、はい、らもこう映画監督をやったりとか、ね。なるほど。えー、じゃあ、その編集点とかすごく気になったりするんですよね。 最初に気になったのはその点だとこで、うん、れでも、どう思います、はい、その力道山側に有利に編集されてるついて。うん、有利かどうかっていうのはちょっと前編見てみないと何とも言えないんですけれども、確かにその膠着状態とか、うんえー、その辺はカットしてると思いますね。うんうん、であと、木村さんの攻撃してる部分がないと言えば確かにないので、うんうん それを力道山側に有利と、有利に編集しているというふうに取るのであれば、うん、そうかもしれないなと。逆に田村さんはどう思いますかああ、僕は、その、まあ皆さんが憶測というかイメージで、はいえー、その力道山側に有利に編集されてるっていうのが強いですかね。<laughs> 今、切って音が。 だから前編を見て編集した後のを見てそこから比較して判断するんであれば納得はするんですけどそうですねですからサスケさんもこの前編はまだこのコメントの中で言うと見られてない感じなのでただ直感的に有利に井戸に有利に編集されているかなと感じたということです。この辺はさすが 映画好きというか、そうん、いう感じです、ね。<laughs> さすがかどうかはか。雪起き,きて人間バズーカっていうですね。うん、高野賢治。はい、主演の、うんえー。まあ、プロレス。ビデ、プロレスビデオじゃないな。まあ、こ、はい、ったにビデオみたいの。は作って監督したことがあるんですよ。んええ。プ、はい、レートサスケさん。ほう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 。あの、伝屋市場、えー、伝え、蔦上最悪のレンタル率を記録したと。 いいですね、そういう情報、面白いです。最悪の回転率を記録したという雪、雪で人間バズーなるほど。これ、見た人は少ないと思うので、この話を続けてもあれなんですけども。で、このあと、スケさんのコメント読んでいくと、正直、これには首をかしげてしまう、映像を見て、うわ、すげえ試合だとか、プロレスの一線を超えているという感想は抱かなかったですね。なんだろう、この不自然編集は。 としか思わなかった。えー、見ていても謎が深まるばかりという。編集面の謎が深まるばかりというですね。佐助 <laughs> さんならではの。 視点の持ち方というか。はい。はい。面白いですね。はい。パート1の映像には、試合に至るまでの経緯がざっと紹介されていて、うん、木村正彦さんの国際プロレス団ができて、うん、同じ柔道系列の山口敏夫さんが全日本プロレス協会を作ったとか、うん、そういう報道をされている部分を見れば、やはり力道山としては心中穏やかではないだろうなと。うん、まあ、道の区プロレスに置き換えれば、沖縄プロレス、この野郎、みたいな。うんうん そういうものがリング上で爆発したとしても全くおかしくないですし、うん、そんなことは現代のプロレスでは数えきれないほどありますよ、うん、だから取り立てて力道山対木村戦が目を背けたくなるような一線を越えた試合だったのかというとそんなこともないだろうというのが正直なところですねだから力道山は日本プロレス協会、うんうん、で、えー、木村正彦さんは国際プロレス団、うん で、同じ柔道出身の山口敏夫さんが全日本プロレス協会を作っていわゆるライバル団体ができてきたとはい、はい、そういった状況において力道山の心中は穏やかではないだろうなというふうに佐助さんは見ているということですねから道のくプロレスに対抗して、えー、大阪プロレスができたり横浜プロレスができたりとか、いろいろ軍有割拠な状況が作られてうん、うん、佐助さんも心中穏やかじゃなかったことを経験しているということなんでしょうねうん、うん はい、でこれは純然たるプロレスのルールで行われた試合ですよね調子いいですね、はい、今日そう。ですか、はい、すごく分かりやすい説明をしていただいて、30秒ぐらい前の、はい、ごめんなさいお互いの歴史の背景で、相撲対柔道というのはあるとは思いますし、うん、どうしても当時のマスコミもそう見たかったんでしょうけども、うん、これはあくまでもプロレスの試合ですからね。うん そこで今回、プロレスのキャリアは木村さんの方が長いと聞いて、もう一つの見方が出てきたんですね。うん、プロレスの試合として見た場合、終始試合をコントロールしているのは誰かというと、力道山なんです。よ。うん、一方的に威圧して、常にリングの中央にいて試合をコントロールし、もうまるで相手を手のひらに乗せていたのは力道山でしたよ。うん、これだけは確実に言えますね。うん 不可解な編集点があったとしても、そういうことをさっぴいて、公平な目で見て、これは力道山の試合ですよ。そこは明白ですよね。ここまで一気に、比較的一気に読んでしまいましたけど、はい、田村さん、いかがですかいや、特に引っかかる点は、<laughs> 特,に <laughs> 特にないですか特にない、ないです。ま<ず>ま編集点ぐらいですかね。はい、第一は力道山側に有利な編集をされた、はいはい、編集点ですね。二、うん、つ目は、これは純然たるプロレスの試合だよ。うん 試合をコントロールしていたのは常に力道です、うん、ここまでは、異論、うん、反論を含めな、ね、ないです。ス、あ、ケ、のー、<い>さ,さんの見解なので、映画好き、はい、撮影とかやられてて、その編集点とかのこだわりが強い方なんだなっていうふうな印象、はい、ちょっと話外れていいですか。はい、田村さんって映画とか見られるんですか、はい、映画見ますあ。例えばどんな映画 ゴジラ見ました。あ、見たんですかゴジラマイナスワン。見られましたか見ました、見ました。どんな感想ですか一言でいいんで。あー、えっとね、僕ね、あの、な、なんだそれっていうとこが一点だけあって、すごい面白いんですよ。でもね、全体的に面白かった突っ込むところが、あそうですね。あ、あるんで。細かいところはあると思いますね。ゴジラが街中で暴れるシーンがはい 取材を取材っていうラジオのリポーターがビルの屋上でそこでそこで取材するみたいなあなるほどもう近くにいるじゃないですかあれは初代ゴジラのオマージュのシーンなんですああ昭和29年に公開されたゴジラにあいたシーンがあああなるほどそれをあえて再現してそっち向けなんですねそそっっっちちち向向向けけけこ どっち向けか分かりませんけど。はははは。ゴジラマイナスは見られた見ましたイマックスですかアイマックス大きい画面。簡単に言うと大きい画面。いや、映画館で大きい画面。もっと大きい画面。あ、わかんないわかんないうん。そのマックス見たことないんで。ああ、あの、音響もいいんですよ。うん。どこで見られたのえ新百合ヶ丘の。新百合ヶ丘はい。 はあはあ、まあちょっと劇場の系列によってね、はいあのー、いろいろあるとは思うんですけど。あのチビ二人と、はい、うちの息子二人と、三人で行ったんですよ、うん。あ、そうなんですね。で、長,、はい、長男はこう中、中、今中二か、うん、どっしり見てて、はい、次男がお隣に見てて、はい、次男はま小学生、小学4年生だったんですけど、うん、最初の冒頭のシーンって、ゴジラが、はいはいはい、大戸島の、 男自慢でした。まだ大きくなる前のゴジラですね。暴れちゃうじゃないですか。はい、人を頑ったりとか、踏んまったりですね。そういう時なんかそのシーンを見て、僕のこ <laughs> ああ、可愛いですね。怖い、怖いみたい,、ね、いな感じで腕組んできたんですよ。うんうん、でまあ、どうしようかなと思って、ちょっともそのままになってみたんですけど。うん 面白い、面白いなと思って。いいコミュニケーションですよね。はい。次年のリアクションが。で、今、ゴジラが出ましたけども、他にはどういった系統の映画をご覧になられるジャッキー・チェン。あ、ジャッキー・チェン。なるほど。ジャッキー・チェンといえば、グレート・サスケですよ。あ、そうですかはい。ええ。グレート・サスケはもう、ジャッキー・チェンの大ファンですまあ、世代ですもんね。そうですね。ですからまあ水とか、あの辺とかをリング上に活かしたりもしてましたけども。ああ、プロジェクト A とか言いまはいはい。もう、ドハマりじゃないですか 同世代ですよね。同世代ですけどね。世代的に言うと。はい。あ、なるほど。ジャッキーチェン。あとは、少林サッカーを。うん、少林サッカー。はい。ちょっとつまんないから途中で中座しましたね。マジですかはい。少林サッカー面白かったですけどね、私。あ、そうですか。うん。なんかちょっと違うんですよね。なるほど。まあまあ、あの、王道ではないですからね。うん。 まあそっち系ですかね。ジャッキー・チェーンとか、あとは。まあ映画館では見てないんですけど、えー、ターミネーター。うん。えー、まあベ,ベタですけど、ミッション・インポッシブル。はいはいはい。なるほど。じゃアクション系が多い感じです。うん、はい。映画は特に趣味じゃないということですけど、田村さんの趣味って何なの <laughs> 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 ちなみに。いや、というのは、サスケさんはね、はい、多趣味なんですよ、すごい、うん。ああ、なるほど。うん この映画とか以外にも、サブカル系にも強いでしょうし、いろんな知識をお持ちの方なんですね。逆に言うといろんなとこに首を突っ込みたがる性格だと思うんです。うんうん、田村さん趣味ってお持ちですか趣味はないです、ね。ないですよね。はい。私もこう結構長年田村さんのことを見させていただいてますけど、うん、趣味らしい趣味を持ってないなと。うん。もうんまあ、本当トレーニング、練習と、 あと、金感情ぐらいですかね。<laughs> <laughs> ああ、金感情というと言葉は悪いですね。はい、あの、資産形成。<laughs> トレーニングと資産形成ぐらいかなと思うんですけど。もうなんかね、あんまり動揺しないんですけど、変な汗出てきましたね。<laughs> <laughs> 何ですか、それ。ビビったか、たじろいだか。<laughs> <laughs> はい、はい。まあまあ、趣味はないですね。そうなんですよね。ねだから、あの、格闘家の中、いや、プロレスラーの中でも、うん、ちょっと珍しいタイプの方ですよね、田村さんっていうのはね。珍しいですね。まあいる、いろんな趣味をお持ちの方がいると思うんです。うん、例えば、バイクが趣味だとか、車が趣味だとか、まさすけさんのように、こう、映画を始めた趣味な方がいたりとか、うんうん、趣味がないっていう方って、あんまり、いそうでいないかなっていう。うん な,なんかもうめんどくさいですね。めんどくさい。はい。うん、なんかいろいろめんどくさい。あでも DIY は趣味じゃないですか。<laughs> そうだもう。もう無理に広げようとしなくていいですよ。<laughs> <laughs> あの、ちゃっちゃっといきませんか。<laughs> 見抜きますね。<laughs> はい、いや、こう、春味暁きを覚えずなので、うん、ちょっと眠いところをこう喋りながら。うん 自分の気分を起こしていくという。これね、サスケさんで引っ張ろうとしてるでしょ稼ごうとしてるでしょしてませんよ。何話まで。してますかこれもちゃちゃっといった方がいいような気がしそうですか。はい、わかりました。でも一話目切りますえ、もう切るんですかもう1六分喋ってますよ。本当ですかだってそっちのタイマーは遅れて押してるんで。でも内容がないなぁ。 そうですね。うん。何にもないですね。ないですね。ゴジラを見に行ったっていう話ぐらいですね。<laughs> はい。はい。まあいいか。じゃあ2話目からは。はい。わかりました。んん横道にそれないようにします。はい。ポンポン行きましょう。わかりました。はい。じゃあ2話目以降を期待していただくということで。はい。はい。1話目すいません。ありがとうございました。タイトル。